大阪市立詐欺師小学校は、大阪府大阪市福島区にある公立小学校。同校では、ノーチャイム制を取り入れている。2016年度廃止また算数科では、少人数授業や、ティームティーチング、修塾度別授業を組み合わせ、きめ細かな指導体制をとっている。全学年縦割りの班活動や、廃止された校内の中庭で給食を食べる。 緑林給食の取り組みなども実施している。児童を登校させる際に、地区ごとに班で登校する集団登校を実施している。学校所在地周辺は、明治時代初期までは、西成郡浦井村に属し、1889年の町村制志向により、周辺の村との合併で、西成郡詐欺村となった。百七十二年の学生発布を受け、 当時の西成郡恵比エ村、上福島村、浦井村、大人村の4村連合で1874年8月、上福島村に第三中学区西成郡第三小学区第三番小学校が設置された。恵比エ村の学校は1877年に第三中学区西成郡第三小学区第九番小学校として独立した。1885年には、 大人村、浦井村、エビエ村の学校が合併し、西成郡詐欺ス小学校となった。しかし1887年には再び上、福島小学校へ統合され、学校組合立の三子田尋常小学校となった。学校組合を形成していた上福島村、下福島村は1897年、大阪市の第一次市域拡張により、大阪市に編入されることになった。 一方で詐欺室村は編入されずに残った。詐欺室村在住の児童は引き続き、御子田尋常小学校に通学していた。詐欺室村は1898年6月、村独自の学校の設置を決議した。決議を受けて、高知選定や校舎建築に取り掛かり、1898年12月7日付で、西成郡詐欺室尋常小学校として、西成郡、 サギス村、南浦港発端田に開港した。1901年には高等下を併設し、西成郡サギス神情高等小学校と改称した。サギス村は新淀川の改作により、村北部の塚本及びエビエ神家が新淀川で隔てられた飛び地上の地域となった。本港からの距離もあることなどから1910年には塚本に新淀川北岸の塚本、 エビエ神経在住の1.2年児童が通学する分、教場が設置された。地域の児童数増加により、1912年9月に、西成郡詐欺師第二尋常小学校を分離した。これに伴い、西成郡詐欺師第一尋常高等小学校へと、解消している。なお、詐欺師第二小学校は、現在の大阪市立大淀中学校の場所にあったが、戦災によって、 浦井小学校に統合されて1946年に廃校となっている。1914年には西成郡詐欺須第三尋常小学校が分離開校した。その際に文教場は詐欺須第三小学校に移管されている。分教場は後に詐欺須第五尋常小学校として独立し、現在の大阪市立柏里小学校となっている。 1918年には詐欺ス第一、1、詐欺ス第二2の両校の校区を再編し、西成郡詐欺ス第四4尋常小学校が開校した。1925年に大阪市に編入されたことに伴い、大阪市詐欺ス第一1尋常高等小学校と称した。1933年には校区の一部を再編し、大阪市詐欺ス第六6尋常小学校が開校している。 1934年9月21日の室戸台風では校舎が倒壊し児童5名が死亡している。1940年には詐欺ス地域の各小学校に設置されていた高等科を集約して西淀川区浦工場3丁目第2本防石社宅後に高等科単独の小学校大阪市詐欺ス高等小学校を新設した。これに伴い高等科を サギス高等小学校へと移管している。サギス高等小学校は学生改革で廃止になり、跡地は大阪市立八坂中学校となっている。1941年には国民学校令により大阪市サギス国民学校に解消した。太平洋戦争の選挙区悪化により、大阪市の国民学校では1944年以降、 学童疎開を実施することになった。疎開先は、各行政区ごとに割り当てられ、福島区の国民学校では、広島県方面への疎開が実施された。詐欺す国民学校では、広島県足名郡府中町、青町、国府村及び足名郡新一町、常金丸村、阿木村への疎開が実施された。また、ご新鋭と教育直後等本は、 北川地群市場縄手町、市場縄手国民学校へと疎開させている。1945年6月の大阪大空襲では校舎に被害を受けた。1947年の学生改革により、大阪市立詐欺師小学校に改称している。ありがとうございます。